どうぞ皆様大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。宮崎県は高千穂町の夜神楽、高千穂夜神楽ですね、今回は五神楽神楽保存会の皆さんが、神楽を奉納してくださいました。さあ、それでは会場の皆様、改めましてこんにちは。本日はようこそ明治大学宮崎県奈良県島根県連携古事記編纂1300年記念シンポジウムにお越しをいただきまして誠にありがとうございます。私は本日司会を務めさせていただきます佐藤久美子と申します。私も宮崎からやってまいりました。どうぞ皆様最後までよろしくお願いいたします。さて、皆様方にご覧いただきました、後ろの方でご覧いただきました映像でございますが、このオープニングアトラクションの映像は、色彩の魔術師、そして古事記にも造形が深いと言われておりますフランス人の画家でいらっしゃいます、マーク・エステルさんの絵画をもとに制作したものでございます。本日はそのマーク・エステルさん、会場にお越しでいらっしゃいます。ちょうど前の方にいらっしゃいます。どうぞ皆様大きな拍手をお送りくださいませ。マーク・エステルさんの代表的な古事記シリーズの作品は日本各所の神社40箇所以上に奉納されております。そしてこの高千穂の夜神楽でございますが、宮崎県の北部に位置します高千穂町天孫降臨の地五神楽神楽保存会の皆様による代表的な3番をご披露していただきました。夜でして行われる高千穂夜神楽33番の中から田力を、うずめ、そして小鳥の舞、この代表的な3番を、ご覧いただいたことになりました。さあ、ということでまずはオープニングアトラクション、そしてこれからはこのシンポジウムの開会ということでございます。どうぞ皆様最後までお楽しみいただきたいと思います。さて、壇上の準備が整うまでもう少々お時間を頂戴いたしますが、夜神楽のお話をいたしますと、現在この宮崎県内はもちろんなんですが、高千穂町でもまさに神楽のシーズンでございます。11月17日から2月10日の間まで、町内の各地区さまざまな場所で夜を徹して夜神楽が回れます。その時には本当に宮崎県、あったかい宮崎県といいましても北部の方でございますので、夜はしんしんと冷え込みます。その中で竹筒に入りました焼酎、これ温めましてかっぽ酒と申しますけれども、青竹のこの香りと脂が出まして非常に美味しいこのかっぽ酒や焼酎、そして振る舞いであります、煮しめ、お煮しめと私たちは言っておりますが、煮物、そういったものの振る舞いを受けながら、私たちは夜神楽を夜を徹して一緒に見ることになります。いろんなところで町内各地で行われますのでね、その神楽宿に皆さん県内外からたくさんの方々にお越しをいただいているところでございます。さあ、それではそろそろ壇上の準備も整ったようでございます。ではこれより主催者からのご挨拶をさせていただきたいと存じます。まずは宮崎県知事でございます河野俊嗣がご挨拶を申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。